では早速参りましょう。まず一度目から、まずはグラスは傾けず立てたままでお願いします。そしてそこに当てるように勢いよくいきますよ。皆様参ります。高い位置から注ぎ入れます。取れましたでしょうかこのように大丈夫かなって思われたと思うんですけれども、ご安心ください。私わざと泡を立てるようにして注ぎ入れました。まず一度目、このように泡だらけにしてグラスの6割程度まで注ぎ入れていただきます。よろしいですか。まず一度目6割程度ま でこの泡が収まってくるのをお待ちいただく。二度目の合図はこの泡と液体の比率が半分半分になったら二度目の合図で、このブクブクしたキメの粗い泡が収まったら2度目の合図。ではだいぶ収まってきましたので2度目参りましょう。いきます。2度目はゆっくり静かに、1度目とは違ってゆっくりとグラスの9割程度まで。これで一見完成かなとも思われるんですが、まだ泡が多いですし、もう少しお時間を待っていただきたいんですね。こんなに待てるかなってね、皆様心の中でもしかしたら思われてませんでしょうか。少しお時間いただくんですけれども、この間にぜひおつまみなどご用意いただいたりですとか、あとは以前恵比寿ビール記念館にいらっしゃったお客様は缶で1本飲みながら注いでますという方がいらっしゃいました。2杯目をご準備いただいたらもうバッチリかと思います。そして最後3度目注ぎ入れて完成です。3度目注ぎ入れましたら、今日この一杯の琥珀恵比寿をどなたか1名様にプレゼントさせていただきたいと思うんですが、ここで3度次の琥珀恵比寿争奪大じゃんけん大会を行いたいと思います。皆様ご協力いただけますでしょうか。よろしいでしょうか私と戦っていただいて勝った方にプレゼントさせていただきます。あいこと負けのお客様、手をお下げいただくという形でよろしいでしょうか。では皆様じゃんけんのご用意お願いいたします。ありがとうございます。参ります。最初はグーじゃんけんぽい。グーのお客様いらっしゃいますでしょうか。1、2、3、4名様。では4名様2回戦目参ります。最初はグーじゃんけんぽい。皆様参ります。3回戦目いい戦、最初はグーじゃんけんぽい。グーのお客様2名様まで来ました。では決勝戦、お客様同士直接対決で参りましょう。参ります。最初はグーじゃんけんぽい。お客様おめでとうございます。お客様の注ぎ入れお客様にプレゼントさせていただきます。では皆様最後3度目です。2回目と同じようにゆっくり静かに、グラスの飲み口を過ぎても手を止めずに注ぎます。するといかがでしょうか。これで完成でございます。すごい、このようにですね、缶から注いだとは思えないほど綺麗な泡ができました。ではまずこちらの水